いいですよ。いいですよ。かっこいい感じに仕上がります。よいしょ。ジェイクだけです。今回は、アズマから新しくアイテムに入荷したので、ご紹介させてください。で、今回もアイテムをご紹介した後に、スタイリングをいくつかご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。で、まず早速アイテムですね。アイテムは、こちらですね。ワイドのデニムパンツになります。で、今シーズン、アズマのテーマとして、27クラブっていうのを、まあ、テーマにしてるんですけど、だからやっぱりちょっとこれもあのカート・コバンが履いてたデニムからインスパイアされたみたいですね。で、まず生地なんですけど、岡山産の 13.7 オンスのデニム生地を使用しております。なので、まあ、ある程度しっかりした生地ですね。まあ、めちゃくちゃ重いかって言われたらそんなことはないんですけど、まあ、ある程度厚みのある生地になります。デザインとしては、まあ、5ポケットですね。こういうポケットがあって、後ろのポケットがあって、で、ちゃんとリベットを使用しております。フロントは、ジップですね。まあ、やっぱり特徴的なところでいくと、ワンタックあるんですよね。これは結構特徴的かなと思います。で、股上も結構長いですね。股上で、だいたい40センチあります。で、裾幅は30センチあるので、しっかりワイドパンツっていう感じですね。で、バックポケットは、ちょっと見えるかわかんないですけど、アズマロゴがステッチされております。まあ、やっぱりパンツなんでね、履いた方がわかりやすいと思うので、で、結構、スタイリングのスパイスになってくれるんですよね。やっぱワイドパンツなので。じゃあ早速、一つ目、行ってみましょう。はい。ということで、まず一つ目は、三つボタンのジャケットと合わせてみました。どうですか、かっこよくないですか？やっぱり、まあ、ちょっとこれは肩落ちてるので極端な A ラインっていうわけではないんですけど、まあ、リラックス感のあるジャケットなので、まあ、デニムっていうちょっとカジュアルなアイテムに、なんかしっかりフォーマルっていう感じのジャケットではないんですけど、まあ、シングルの三つボタンのジャケットと合わせても、はい、これだけかっこいい感じに仕上がります。163-53kg ぐらいで、サイズアズマのマイナス1、まあ、S ですねを履いています。ウエストは 80cm なのでやっぱりちょっと僕には緩いんですけど、まあ、それでもなんかそんなにシルエットは結構ウエスト今ギュッて絞ってるんですけど、まあ、崩れてはないのかなっていう感じですよね。うん、かっこよくないですか？いいんだよな、この感じね。いいよ、すごくいい。まあ、今、オールブラックで合わせてる感じですね。じゃあ、2つ目行ってみましょう。はい。ということで、次は、ちょっとショート丈の、まあ、カバーオール。まあ、これはもう A ラインっていう感じですね。アンビエントの、まあ、カバーオールですね。いや、ネイビーな感じですね。これもね、かっこいいでしょ。いや、かっこいいでしょ、これは。いいですよね。やっぱり、アズマの東さんはパターナーなので、やっぱシルエットすごい綺麗ですよね。ワイドパンツでも、やっぱりこんだけ、この股上取ってありますけど、なんかそれが嫌な感じに、なんかアバンギャルドな感じになってない。かなって僕は思うので、いいですね、いいですね。じゃあちょっと3つ目いってみましょう。はい、ということで最後は全部ルーズな感じで合わせてみました。アズマのフーディーですね、ドッキングの、まあ、これも結構緩いアイテムで、上も、結構オーバーサイズのトレンチコートですね。これはこれでかっこいいですね。いいですよ。いいですよ。やっぱりまあ、このトレンチコート自体が、ちょっとアンニュイアイテムなので、このちょっとルーズルーズで合わせると、まあ、最初の2つと違って、ちょっと柔らかい印象になるのかなと。なので、このやっぱりデニムパンツ、どっちにでも合わせられるというか、結構クールな感じで合わせようと思えばいけますし、ちょっとこういうちょっと柔らかい感じで合わせようと思えば全然合わせられるのかなと思います。かっこいいですね。かっこいいですね、これはね。いいじゃないですか。まあ、最初の2つは結構、まあ、ブラック、オールブラックで合わせて、で2個目ネイビーと
で、まあ、最後ベージュなんですけど、まあ、全然結構色もやっぱ、まあ、ブラックなんでねやってもらうのかなっていうのはありますね。はい、ということで今回はまあ、アイテムと3つのスタイリングをご紹介させていただきました。もうすでにホームページに掲載しているので、ぜひそちらもご覧ください。で、まあ、こんな感じでアイテムだったり、スタイリングだったり、まあ、ちょっとその他のこともご紹介してたりするので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。